どうも、おはこんばんにちは、ホビドアです。檻と暗闇の森、ブレイス再開していきたいと思います。さて、コメントいただいたんですけどね、このチャージジャンプを使用して水中にいるピラニアとかをね、打ち上げられるらしいんですけど、ちょっとあと機会があったらぜひやってみたい。ちょっとそれは見たいな。ありがとうございます。さてと、では進行していこうか。こっちでいいんだよね。ちょっと迷ってます。よし、こちら。本当、あとあとね、戻れるようだったら一旦戻ってアイテムとかを取りたいんですよね。なのでその時についでにね、ピラニアの打ち上げをちょっとやってみたいと思います。どんな感じになるのか見たいんだよね。おいしょ。はい。しかし本当にこの能力なんだけど、いろいろといけるところ増えた気がするな。前結構これがなきゃクリアできなかったのあったよね。道中に壁があったりとかしたやつもあったし。あ、やべえ、俺もうちょっとで一気に下まで行ってたわ。はい。まあね、フラグ回収しに行った。フラグ回収しに行った。はい、オッケー、いける。大丈夫大丈夫。よし、大丈夫と。さて、どうしたものか。探索しに行った方がいいのかな。一旦ちょっと高校をねやって、この近くの近くに探索できる箇所が何箇所かあるので、ちょっと行ってみましょう。一旦戻ってもいいかもしれないですね。もしかしたら一番怖いのがね、上のところ、今行こうとしているところがラストなんじゃないかなっていう気がちょっとしてるんですよね。こうパーセンテージ見るともうゲームを 84% もクリアしているというね、統計で出ているんだけど、どうなんだろう。失礼、喉の調子が。おっとっとっと、こっちでいいのか。俺降りてるけどこっちっぽいよね。ああ、はい。おっと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 。ちなみにね、やっぱり同じ方からコメントをいただいたのですが、どうやらね、なんか実績で能力を一つも取らずにクリアなんてのもあるらしいんですけど、面白いですね。ちょっと機会があったらこうやってみましょうかね。能力を一つも取らずにね、ちょっと縛りプレイ的な感じでプレイするのは、それはそれで個人的に好きですね。そういうプレイはぜひやってみたいと思います。で、ここまで来て、お、これか。やったね。ここに来てバイタリティの上限値が上がるの本当に助かるな。お、これ押せるやつだな。押してしまいましょう。で、向こうの精霊の器台が取れるようになったと。ちなみにやはり、では2周目があるのかわからないんですけど、要は1周では能力値全部解放はやはりできないんですかね。こう見た感じ、ここがラスト近いようであれば、やっぱりもう取れないような気がするんだよね。全部はある程度、3番目のある程度まで取れそうな気がするけれど。よいしょ。本当ここに来て HP の最大値が上がるのは本当に助かるな。本当何回言った俺今。ちょっと多いよね。で、ここか。んな、はい、ザゴリ押し。はい、三段ジャンプ取ったからね、いけるさ、やろうと思えば。さーてと、では一旦降りてアイテム回収しに行こうかな。上の方に進むのは簡単になったので、一回下の方のね、取ってないアイテムをいろいろと回収しに行きたいと思います。せっかく能力値も、能力値じゃないや、せっかくね、スキルも全部揃ったので、いろいろと通りに行ってしまいましょう。これで本当であれば取れないスキルはないはず。ごめん、スキルじゃない、取れないアイテムはないはず。あ、やべえ、これ途中で死ぬかな。あ、大丈夫だった、大丈夫だった。途中で死ぬかなと思ったけど、そんなことはなかった。よし、質問。大丈夫だ。よし、行こう。あれ、道中なんかあったっけな。穴があったことを除けば、おし、大丈夫。予定通り。で、あそこの道中に一つ取れないのがあったはずだから、重中ハック壁かな、壊せなかった壁があって、で、チャージジャンプでいけるみたいなところだったと思うんだ。行ってみましょう。念のためセーブ。うっかり死ぬことが多いからね、このゲーム。大丈夫。あ、やばい。ついでにね、敵を倒すことによって経験値の取得も図っていこう。
三段ジャンプがあって本当に移動が楽になった。最高だね。危ない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 、お前危ない。ここ実はこいつを使ってダッシュでいけたんじゃないかな、もしかして。はい、おっと、こうだよね、やっぱりそうだ。お、やったね、能力セルゲット。これでやっとこちらのスキルツリーを最大まで解放できる。ウルトラ防御、敵から与えられるダメージが軽減される。半分になるのかな。どのぐらい増えたかよくわからないけど、あの最後の方本当に敵の攻撃力が半端じゃなかったからな。よし、さてさて、まだいろいろあるはずなのでちょっと探索しようかな。次はどこら辺だろう。ああ、ここはここは 100% って出てますね。下の方に1箇所アイテムがあって取れなかったのは覚えて。これ空洞の林がいろいろと行けなかったんだよね。後回しにしてたところもあるし。よし、空洞の林方面行ってみるか。行くぜ。で、まずこの下の方にあるこの1箇所だけ取ろうかなと思います。あれ何だったかな、なんか入れなかったところだったっけかな、うろ覚えだな。とりあえず下の方へ、下の方へと行っていきましょう。えいへいへいへい。黒の羽があって、おっと、ピラニア、ピラニア、お前だ、お前を探していたんだ。さて、どうやって打ち上げれるんだ。どっかに捕まらないとダメなのかな。ピラニアの打ち上げ、このチャージジャンプを使ってやればいいのかな。これだよね。これで入れないか。あれ、どうやるのかな。こうかな、壁に捕まってこういうことかな。あ、やれそう、やれそう。ちょちょちょ、おいでおいでおいで、カモンカモン。いざという時はもっとやりやすいところにいたでやった方がいいのだろうか。あ、もしかしてこうか。ダメだ、下から攻撃して打ち上げるのかな。あとあといろいろと試してみよう。さてと、下のあそこだ、ここなんだけど、ここは右からか。一旦中央の方に戻らないダメか。 OK。 こう序盤の弱い敵だったらこいつらそんなに弱くないんだけど、こいつらだったらまだそんなにね苦労せずに倒すことができますね。コイルがやはり高くなってますからね。これしかし縛りプレイとかで能力を一点も取らずに、能力ポイントね点も使わずに来るっていうのは相当難しそうですよね。半端じゃねえ、むずいよ絶対。攻撃力が強化されないって時点で泣きそうになるよね。こう後半の敵とか特にめちゃくちゃ強くねえか。防御力の高さが半端じゃないよね敵の。こちらはそれほどでもないんだけど。おっと、うん、降りられへんな。ショートカットできない。よし、こっちからだ。ほい、こっちだこっち。しかし今余裕があって BGM を、ここら辺のステージの、ね、BGM を聞いてますけど、ここら辺の BGM も和むような感じの BGM でね、とても面白いですね。好きだなこういうの。和みつつ敵をやれともコメントされたんですけど、難しいですね。今ちょっと余裕があるからなんとかなるよ。でスキルポイントが1つ溜まったのでこちらを取ってしまいましょうか。ああ、そっか、2点か、こっちはすでに。で後半1つ、最後の1つだけ3点か。ここまでたどり着けるかな。敵を大量に買っていれば、倒していれば、そのうちね、たまりそうな気はするんだけど、必要な経験値の量が半端じゃなくなってきているからな。おそらく容易には全部取得は無理かな。2周目引き継ぎとかあるんですかね。あ、そっか、もしかしたらハードモードとかそういうのあるのか、下手をすると。あれあるかな。死んだらゲームやり直しみたいなモード。俺多分クリアできない、そうしたら。ここら辺は最大まで取った。で、上の方にね、一箇所、ここなんだけど、ここどうやって入るんだろうねってところがあるんだよね。
あそこちょっと覚えてるんだよね。入り方が全くわからなかったところだったと思う。思う、あくまで。はい。で、右だな。右で合ってるよね。合ってる合ってる合ってる。はいはいはい。空洞の林と。で、ここら辺普通に登れるようになってるんだよな。とりあえず HP の最大値が上がるやつが手に入ったら最高なんだけど、まだ5個もあるから1個ぐらい入手できそうだよね、普通に探してても。うーん、ここだ。ここに1つあって、右側から来れそうな感じはする。ちょっと待ってね。ダメだよね、違うよね。ここら辺ではない、やはり右側からかな。ダメだ、いけない。よし、普通に回り込もう。多分ここです。この右側からこちらに侵入できるのではないかなという気がする。ぶっちゃけエナジーセルはもうそれほど必要はないんだけどね。取っとくに越したことはないから、とりあえず取っとこう。おっと、うん、爽快だね。ここら辺ですかね。ここもしかして普通に通れる。ああ、普通に通れる、素晴らしい。初回来た時に気づいていればな、ちょっと助かったんだけど。下にも一箇所取ってないのがありますね。あそこは水があるところから回り込んでいけば取れそう。この上来たことがないみたいね、俺。ああ、あそこもしかしたらあれだ。そっか、先に上行った方が良かったかもしれない。あそこ多分ストーリー上で行かなくてはいけないところだ、よく考えれば。ピラニアの打ち上げって下の方からこんな感じで、あ、そうだ、押せるや。多分こうやって押し上げて上の方に行かせるんだろうな。あとあとやってみよう。現在攻撃力が高くなってきているからちょっとやりにくくなってしまっていますね、残念。どういうことだ、ここ入れないな。回って下からチャージジャンプでこう押して、ここの扉みたいなところを開けるのかな。スイッチ的なものがここら辺ないんだよね。少なくても見える範囲にはないかな。ですね、回り込もう。回り込むか、それとも上の方を探索するか。上の方行くか。はい、行きましたよ。ちょっとゴリ押し君が半端じゃなくて、やったね、バイタリティだ。ライフセルゲット、ひゃっほい。ってことで、どうしようあれ。絶対違う、絶対あっちか、あっちかならいいんだよ。あ、これ押せるボタンじゃない、もしかして。押せるやつや、これ。やったね、これでいけるぞ。ボタンっぽいからってテストしてよかった。ふいふいふい、いけましたよーと。で、まあここだよね。これは取れたんだよね。そうだ、セーブしとこう、念のため。こっち来てっと。はい、黒の羽発動するの忘れた、痛い。おっと、もう一発ってこいよ、もう一発ってこいよ。はい、サンキュー。本当いいところに雲が配置されてるよね。さて、いけるか。あ、そうだ、チャージジャンプ使っとけばよかった。まあまあ、ついたからいいけど。念のためセーブ。ああ、大丈夫だった。エナジーセールを入手だ。さて、ずっと。あとは上の方にも行っていない。下の方の、まず、ところに行ってみるか。さっき入ったからね。ちょっと行ってみよう。地味に能力セールが欲しいな。
おーっと、ちょっと仕掛けがありますよ、痛い。こうか。これで進んじゃっていいんだね。面白いな、向こう側から来てたら進めないよってことかな。よし、おお、バイタリティやったね。ほっと、ここの上なんかありそうな感じなんだけど、何もないね。気のせいか、空洞があったから、まあなんかあるかなと思ったんだけど、そんなことはなかった。へいへいへい、進みますぜ。でここか。あ、ここ風がでも吹いてるか。てっきりチャージジャンプがないとダメなところかと。ふむふむ、風が吹いてる以外は特になし、なしと。ではではでは、どこかな。ここら辺は全部行った。月の洞窟 100%、 トゲの生えた沼地、この上とあそこかな。あそこぐらいですかね。トゲの生えた沼地、空洞の林はほんとたくさんあるな。空洞の林を先にやってしまおうかな。すごい、結構 100% 近くまで行ってるところ多いな。こことかね、ほんとあと 2% なんだけど、何なんだろう。まずはこの空洞の林の上のところですかね。ただあそこ本当に本当に何だろうな、後でストーリー上で行くところな気がするんだよね。もしそうだったらね、ぶっちゃけ後回しにしてもいいかなという気はしますけど、まあ、分からないので先に行ってしまいましょう。いざという時はとりあえず道を開けたということで、ここから行った方が早いんだな、ショートカットして。しかし随分とエナジーとバイタリティが上がりましたね。序盤3つしかなかったようには思えないよね、本当に。随分遠くまで来たものだ。やはりそうだ、多分ピラニア攻撃をうまく当てて上に打ち上げることができるんだね。多分今攻撃力を強化してしまったから難しいな。うーん、やってみたかったんだけどな。また次のプレイのした時にでもね、機会があればやってみたいと思います。ちょっと陸に上がったピラニアが見たかったんだけどな。よいしょ。おお、この火吹くやつ強かった覚えがある。結構あっさり倒せるな、一発もらったけど。はいはい、でここですね。はい、よっと。おお、バイタリティ都合よく見つかってんな。残り2つ、素晴らしい。んで俺は今どこにいるんだ。おっと、行けるところもう一箇所あるな。なんだろうここ。ああ、これはこれでも違うな。これで壊すところじゃない。いるのかこの近くに。あ、いたいた。おっ、こっちだ。はい、行きましたよ。ああ、覚えてる、なんかレーザー撃ってくるやつがいるの、ちょっと覚えてる俺。でこれわざと後回しにした覚えがあるよ。ここまで来てここだったのか。あ、やべえ、あんまり効果がなかった。やばいやばい。うん、そうだね、危ないね。はい、はい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 、痛い。うん、ここまであいつを連れてこいよってことかな。あ、いるんだ、よかった、本当によかった。あ、いやいや、普通にダッシュでいいのかな。あそこ、こちらにセーブポイントがあるので、ちょこっとセーブ、ちょこちょこっとセーブしとこう。なんかありそう、なんか本当にありそうだ。ダメか、ないか。
何もないですね。はいはい、危ない。おお、ヒットした。ヒットしないでやろうと思ったのに。何これ、やばい。あ、なんだ、通常に火を吹いてくるだけか。いや、それならね、いいんだけど。そうか、本人の攻撃当てないとダメか。さてと、一発アウトですか。そうですか、痛いよ。危ない危ない、本当に危ない。死ぬところだった。これ落ちていいの、俺落ちていいんだよね多分。うん、ここ絶対あれだ、絶対今来るところじゃない。あの木壊せないの、なんとかして。ダメですか。そうですか。えい、えいへ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 い、痛い痛い。そうだね、多分。あ、そうだ、やはりあの紋章が必要になると。火のエレメントはホルーザのゲートの向こうにある。入るには悲しみの参道の頂上まで登って日朝石を見つけなくちゃ。そうですね、やはりあの先ほど言ったところを先にクリアして持ってこいよってことらしいよ。やっちまった、先に取ってからこちらの方に来た方が良かったよね。さて、あの下のところにね、せっかく来たんだからちょっと調べに行きたいんだけど、しかし空洞の話あんまりパーセンテージが上がってなかった。これのせいか。ここをね、探索してなかったんだからそりゃ上がらねえわ。行けるところ行っとこう。下手すると何かあるかもしれない。ここを通ってないですね。あー、そっか、これを落とすと、あ、やっぱり。よかった。なんかあそこに当てないと実はいけないのかなと思ったけど、岩だとは思ってなかったんだ。見つかって本当によかった。これ別にここら辺をひたすら上に行けってことではないよね。なんか、あ、これか。これ助かるには助かるけど、この終盤ではさほどね、さほど そんなにいい感じではないよね。ないよりはマシ程度。この水中はダメージ入る。ああ、一発アウトだ。3かな。溶岩の近くだもんね。なんかそれらしきものが溜まっているよってことだと思うんだ。それらしきサムシングが溜まっているんでしょうね。リュウイチュ、明らかに能力取ってから来てくださいねだよね。ああ、ふう、どうしようかな。ついやっとザゴリ押し、よっしゃ、能力セル、やったね。で、ついでに取っとこうねーと。エナジー効率化、エナジーアイテムの効果 50% 増加します。うん、ぶっちゃけ微妙。で、次は能力セルもアップに表示する。うん、これももうほとんど全部取ったんだ俺。精霊パワー効率化、精霊の光の吸収率が上がる。これどういうこと。精霊パワー効率化、精霊の光の吸収率が上がる、どういうことなんだろう。エナジーセル、ライフセル、ここら辺はもう本当後回しにしといてよかった感じですよね。ほとんど自力で見つかってし見つけてしまったというね。光の表示さん、あと959。うーん、めちゃくちゃ多い、めちゃくちゃ多い。さて、あの上のところにもう一箇所だけ行ってないところがあるので、あそこを目指したいと思います。死なずにつけるかな。おお、危ない危ない、焦った。多分まだ1回ぐらい死ぬと思うんだ。よいしょ、いける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 。あー、危ない、あー危ない、本当に危ない。安全な場所ないとソウルリンクが貼れません。ここ安全な場所だと思うんだ俺。それなりに安全だよ。こここそ安全ではないような気がするんだが、ここら辺、あ、こっちか。カモン、よし、ザコリよし。あ、やべ、レーザーだと思わなかった。よし、いけるいけるいける。はあ、ふう。あとこれは2つ、これも2つか。うん、なかなか。
おっと、空洞の林なんやかんやで 100% ですよ。すなわち空洞の林、月の森、トゲの消えた遺跡の中に多分取り忘れがあるであろうから、それで全部の回収はできないかな。取り逃しが多分遺跡の中にあると思うんだ。さてと、あれ銀装樹の中入れないはずなのに出てますね、マップが。入れないよね、確か。バグってるじゃない、破壊されてて入れなかったはず。あっちのアイテムは能力アップ系だから、とりあえず今回は一旦無視だ。オッケー、こっちこっちこっち、よし、オッケー。ではね、ここからとりあえず一旦さっきのね、今回のスタート地点の方まで戻ってから、次回でまたプレイを再開したいと思います。で、次回はこちらのね、悲しみの参道の頂上まで行って日朝石をゲットした後、またここに戻ってくるという作業からやっていきたいと思います。多分戻ることになると思うんだ。ではまた次回でお会いしましょう。ホビドアでした。